本ウェブセミナーを始める前にいくつか案内事項がございます。スライドが見えない、音声が聞こえない場合には、チャットパネルからすべてのパネリスト宛にメッセージをお送りください。内容へのご質問は、WebX 画面右側のパネルの Q&A パネルに質問内容を入力し、すべてのパネリスト宛にご送信ください。いつご送信いただいても構いません。プレゼンの最後にご質問に対してご回答を差し上げます。Q&A パネルが表示されていない場合には、3つドットのボタンをクリックしまして、Q&A を選択してください。それでは、MATLAB およびシムリンクによる自律移動ロボット開発について、マスワークスジャパンアプリケーションエンジニアリング部の木川田がご紹介いたします。はじめに自律移動ロボットの例をご紹介いたします。こちらは MIT で開発されているレースカージェイという移動ロボットプラットフォームになります。こちらの移動ロボットを使いまして自動搬送を実現します。ではビデオを再生していきます。この例では、あらかじめスラムによって2次元の地図データを作成しておきます。その後、地図データをもとに経路を計算していきます。例えば、特定の目的地に移動するような経路を計算させます。そして、実機とこちらの MATLAB を接続していきます。接続にはロスを使用しています。では、今計算した経路に従って車両を起動させます。車両に搭載されているジェットソンには、位置推定と軌道追従のロスノードが動いています。このように実行結果は母艦の PC 上でも確認いただけます。目的に到達しますと、このように本を取り出すことができました。このような複雑な自律移動ロボットを構築するためには、複数のコンポーネントの組み合わせが不可欠です。本ウェブセミナーでは、MATLAB および SIMLINK と関連するツールボックスで提供されている認知、判断、行動計画、操舵までの一連の機能をご紹介します。これらの機能を組み合わせて、自律移動ロボットアプリケーションを開発するワークフローについてご紹介いたします。自律移動ロボットの開発のユーザー事例についてご紹介します。ここでは3つの事例についてご紹介をします。1つ目がクリアパスロボティクスによる産業ロボット向けアルゴリズムの開発です。こちらはセンサーの可視化や認識アルゴリズムのテストにロスツールボックスを活用しています。2つ目は自動運転タクシーの縦方向制御の開発ということで、ボヤージュという会社が開発しているタクシーの自動運転に関する事例です。この事例では、縦方向制御のモデル予測コントローラーをシムリンクで設計し、ロスノードとして実機に実装しています。3つ目が武蔵精密工業の工場内の自動搬送ロボットの事例です。こちらは車両ダイナミクスをシムリンクでモデル化し、実機でプロトタイピングをしたり、ライダーを使った点群地図の生成を検討しました。このように自律移動ロボットの開発でも MATLAB シムリンクの活用が広がっています。次に、自律ロボット開発を加速するアドオンについてご紹介いたします。プラットフォーム設計からセンシング、認知、意思決定、制御、そしてハードウェア連携といったようなところまで、さまざまな分野でのツールボックスの提供があります。例えば、認知の分野では、コンピュータービジョンツールボックスやディープラーニングツールボックス等が活用できます。さらに、経路計画や意思決定の部分では、ナビゲーションツールボックス等が活用できます。ロボットのアルゴリズムやロスとの連携、そしてコード生成といったところまで、ロボットに必要なさまざまなアドオンが提供されています。このセミナーでは、自律ロボティクスシステムの開発としまして、3つの観点から各機能をご紹介していきます。
1つ目がロボット、センサーのモデリングとシミュレーション。2つ目が自律アルゴリズムの設計。3つ目がアプリケーションのテストと実装になります。まずはじめにロボット、センサーのモデリングとシミュレーションについて見ていきます。まずロボットのモデリング手法について見ていきましょう。ロボットのモデリングとしましては、非常に高精度のモデル、それから軽量かつ高抽象度のモデル、そして外部のロボットモデルを活用する方法があります。これらのロボットモデルはタスクに合わせて最適なロボットモデルを選択いただけます。例えばこちらにあるように、動力学のモデルや運動学のモデル、ガゼボのモデルといったような異なる粒度のモデルが活用できます。動力学のモデルでは、シムスケープマルチボディのスペーシャルコンタクトフォースブロックを使用して、車両と路面のコンタクト、すなわち接触を考慮することができます。運動学のモデルでは、モバイルロボットの様々な運動学のモデルが提供されています。アッカーマンのキネマティックモデルですとか、二輪投下モデル等があります。そしてガゼボモデルということで、ロボットのモデルのシミュレーション自体も外部のシミュレーターと連携させることも可能です。これらは見たい部分のモデルの粒度、詳細度に合わせて選択いただくことができます。次にセンサーのモデリング手法について見ていきます。オープンループやクローズループの制御システムを検討する上で重要なモデリング手法になります。1つ目はロスバックを使用して既存のセンサーデータをインポートします。ロスを活用しますと、さまざまなセンサーデータをロスバックというログファイルに蓄積をして時系列に再生することができます。 MATLAB および SIMLINK からロスバックを再生し、データを取り出したり同期をかけたり可視化をするようなことが可能です。シミュレーション用のモデルとしましては、IMU のモデルですとか GNSS のモデル等がナビゲーションツールボックスで提供されています。さらに高次元のセンサーモデルですと、ガゼボのセンサーモデル等があります。こちらはライダーやカメラといったような高次元のセンサーモデルも提供されています。このようにさまざまなセンサーモデルを活用することで、ヘイループのシステムをより効率よく検証することが可能です。次に先ほどのロボット、センサーのモデルと合わせてアルゴリズムの設計を行っていきます。自律アルゴリズムでは、センサーからのデータを使って認識を行い、その上で行動計画、経路計画を行い、最後にそれに沿って制御を行っていきます。まずはじめに認識のワークフローについて見ていきます。認識のワークフローでは、データを収集し、環境を認知し、自己位置推定を行い、マッピングおよびスラム等で地図データを生成します。例えばデータの収集と環境認知といったところでは、データを読み込み、キャリブレーションを行い、ラベリング、学習を行い、検出結果の追尾を行っていきます。ここではラベリングと学習について、 SSD という物体検出器についての学習および検証についてご紹介します。こちらではライブスクリプトを使って SSD による物体検出を見ていきます。まずはじめに学習データセットをロードします。こちらはツールボックスに同梱されているデータセット、あらかじめラベルが付けられたデータセットを回答しまして、こちらのデータを MATLAB に読み込みます。次にこのデータセットをイメージラベラーというツールで可視化をして確認をしていきます。イメージラベラーを起動します。ツールが起動しましたら、
ワークスペースからデータを読み込みます。そうしますと、ラベル付けされたデータがこのように確認できます。ここでラベルの位置を修正したり、足りないラベルを追加することが可能です。また、こちらのツールの中には、半自動でラベリングする機能があります。例えば、車両の検出に関しては、ACF と呼ばれる特徴量の検出器が用意されています。こちらを活用しまして、自動化ボタンを押します。ここで実行を行いますと、既存の車両検出器を使って車両を見つけることができます。これによって作業を半自動化することが可能です。今回はこのようにラベリングの機能を使うのではなくて、あらかじめラベリングしたデータを使って学習を行っていきます。次に学習データをテスト用と学習用に分けていきます。学習データを6割、テスト用のデータを4割に分割していきます。分割する際に乱数を使いますが、乱数のシードを毎回同じに固定することで結果が再現できるようにします。次にネットワークの構造を定義していきます。こちらはそれぞれのネットワークをご自身で組み合わせて作成することも可能です。もう一つの方法は SSD Layers という関数を使って既存のネットワークからネットワークのベースを作ることです。この例では ResNet50 と呼ばれるネットワークを使って SSD の骨子となるネットワークを生成します。このようにネットワークが構成されました。SSD は複数の特徴量のマップからデータを抜き出してきて連結するようなネットワークの構造になっており、これによって様々なスケールのオブジェクトの検出が可能となっています。では次にデータの水増しについて見ていきます。この例では車両が対象となりますので、左右反転ですとか画面内の平行移動を与えます。さらにネットワークの入力に合わせまして前処理としてリサイズを適用します。こちらは学習時に適用されていきます。そして次に学習オプションをしていきます。学習率は初期値を0.1とし、30エポックごとに0.8掛けで小さくしていきます。全部で300エポック回します。すなわち学習データが300回同じものが使われるということになります。そしてここで学習を行っていきます。学習については GPU がない場合にはかなりの時間がかかります。今回はこちらの学習を省略しまして、学習済みのモデルを使っていきます。ご自身で学習されたい場合には GPU マシンをご用意することをお勧めします。こちらで学習済みモデルを読み出しましたら、テストデータを1枚読み出しまして、画像をリサイズします。そして物体検出器をかけていきます。そうしますと、このように物体が検出されていることがわかります。最後に、すべてのテストデータセットを使って全体の性能を検証していきます。性能の検証には PR 曲線と呼ばれている曲線を用います。こちらの曲線では、右上にグラフが張り付くほどいい検出器というふうに言われています。性能が評価できました。さらにこちらの SSD に関しては、 GPU コーダーを使った CUDA コードの生成に対応をしています。こちらを活用して JETSON 等に実装することも可能です。
このように任意の物体検出器をラベリングから学習、そしてそれらの前後の処理も含めて単一環境で学習させることができます。さらに、より高度な画像処理やディープラーニングとしまして、YOLO V3 による物体検出器の例ですとか、敵対的生成ネットワーク、GAN による画像生成の例、そして点群を分類するためのディープラーニングの例等がご用意されております。そして一度物体が検出されましたら、それらを時系列にトラッキングするといったところが、自律システムでは重要になってきます。左側の例では、物体検出した人物を追尾するようなフィルターを実行しています。真ん中の例では、ライダーにより周辺物体を追尾しています。右側の例では、隣接する物体の追尾にセンサーフュージョン&トラッキングツールボックスのフィルターを活用しています。次に自己位置推定およびマッピング、スラムについて見ていきます。この例では、ナビゲーションツールボックスおよびコンピュータービジョンツールボックスを使って、ライダー点群から地図データを生成していきます。この中でループの閉じ込みの推定や、ポーズグラフによる最適化、3次元の占有マップの作成を行っています。では実際にコードを見ていきましょう。まずはじめに点群データをロードしていきます。こちらはクリアパスのハスキーを使って3次元ライダーを設置し、点群データを収集しました。点群マッチングのパラメーターを設定していきます。例えば、ライダーの最大距離をどのように取るかですとか、地面を推定するときのリファレンスとなるベクターを設定したりですとか、ダウンサンプリング率を設定したりですとか、点群の NDT マッチングに使うボクセルのグリッドステップ等を設定していきます。同様に、ヘイループを検出するためのパラメータを設定していきます。グラフ上のどの距離までをヘイループの対象とするかといったようなパラメータや、ヘイループを検出するためのサブマップのタイミングについて指定をしたり、直近50サンプルはヘイループの検出対象としないといったような設定が取れます。そして変数を初期化していきます。では、ここからループで先ほどの点群を読み出し、フィルタリングをかけつつマッチングを行い、スラムを実行していきます。スラムの中では、ダウンサンプリングと点群のマッチング、そしてヘイループの検出と、検出されたらポーズグラフを最適化として実行します。最後に可視化を行っていきます。では実行してみます。このように徐々に点群データが連結され、地図が生成されていきます。この時点ではまだヘイループは検出されていません。今ようやく赤い点が見えています。こちらがヘイループの検出点です。途中でポーズグラフが検出され、点群が最適化をされて、ドリフトが低減されていることが分かります。点群データを読み込み、オフラインで地図を作成する方法についてご紹介しました。これ以外にも様々なスラムのアルゴリズム設計をサポートしています。単眼カメラによるビジュアルスラム、オーラルビスラムの例、ライダースラムの例、ライダースラムをゲーミングエンジンによって実施した例です。さらに、センサーフュージョンによる位置推定、
姿勢推定の例もあります。こちらはビジョン、IMU による位置推定の例、それから IMU を使った姿勢推定の例、そして IMU、GPS による位置姿勢推定の例等があります。他にも粒子フィルターによる位置姿勢推定の例や、ライダーと粒子フィルターによる位置姿勢推定の例等があります。R2020A での最新の機能としましては、ナビゲーションツールボックスからライン特徴量による位置姿勢推定の例題が入っています。こちらは屋内の環境において壁など平面の多い環境においてロバストな位置推定の手法です。次に行動計画、制御ワークフローについて見ていきます。こちらはタスクのスケジューリングを行って経路計画を行い、起動計画を行って経路追従を行います。さらにモデル予測制御や強化学習など高度な制御を取り入れることもできます。この下の例では工場内のシステムの例となっておりまして、ガゼボのセンサーを読み取ってタスクのスケジューリングと経路計画を行います。パスの追跡と障害物回避を通してある環境下でのロボットのシミュレーションを実現します。では動画を見ていきましょう。この例ではロボットが人のいる方向に向かって動いています。人が近づいてある距離になりますとロボットは停止します。この時の各シミュレーションの値を見ていきます。そうしますと、障害物回避のロジックから停止の信号が出ています。これにより平行方向ですとか回転方向の指令値が0になります。ではシミュレーションを進めて、人が動いた時にこのロジックがどう変わるかを見ていきましょう。ここで人が避けるとロボットが動き出します。このようにセンサーを使って距離を推定し、それによりロボットの挙動がどのように変わるか、ヘイループのシミュレーションを行うことができます。このように環境のモデリングを行うようなサードパーティーのシミュレーターとの連携シミュレーションについても、ロボティクスシステムツールボックスが提供している機能で実現できます。他にタスクやモーションプランニングの事例としまして、倉庫ロボットのタスクの実行例ですとか、障害物がダイナミックに発生するようなダイナミックな環境下でのリプランニングの例、そして生成されたパスがどの程度良いものなのかといったようなパスのメトリクスを計算するような例題等が用意されています。これらのプランニングの部分に関してはナビゲーションツールボックスが様々な機能を提供しています。他にも様々なパスプランニングの機能があります。ハイブリッド A スターによるプランニング、ランダムベースの RRT、RRT スターによるプランニング、そして生成されたパスの最適化です。ハイブリッド A スターや RRT スターについては2020A のバージョンから C コード生成にも対応しています。次に計算された経路に従ってパスを追従する制御について見ていきます。最適な経路をリファレンス経路に対して探索する起動生成の例題、そして非線形の MPC を使いまして自動駐車をする例題、さらに強化学習を使いましてライダーセンサーをもとに障害物を回避する事例があります。ここまでで自律アルゴリズムの設計について見ていきました。では出来上がったアルゴリズムをアプリケーションとしてテスト・検証をしたり実装をしていくところを見ていきます。テストの手法については様々な方法が提供されております。まずシミュレーションによる機能検証という観点ですと、
ガゼボによる同期シミュレーションが提供されています。こちらはロボティクスシステムツールボックスが提供している機能です。このようなガゼボとの連携にはロスが使われることが多いですが、シムリンクとガゼボを直接コシミュレーションすることによって、時間同期や再現可能なシミュレーションが実現できます。ロスおよびロスツール連携はロスツールボックスから提供されている機能です。こちらの例では自動駐車の例となっておりまして、ロス2のモデルをシムリンクで複合的に動作をさせてシミュレーションする例です。そしてハードウェア接続ということで、ロスを介して実機に接続することも可能です。ロス対応のロボットであれば、マットラブおよびシムリンクを直接接続をして、パラメータをチューニングしたり、可視化を行うことが可能です。マットラブシムリンクのロス連携機能について見ていきます。R2019B で新しく分割されたロスツールボックスについては、ロス2のサポートが始まっています。最新バージョンではロス2のダッシングというバージョンがサポートされており、ロングタームサポートのバージョンがすでにサポートされています。この例ではシミュレーターガゼボや実機との連携を行ったり、作ったアルゴリズムをロス1およびロス2のロスノードとしてコード生成を行う機能があります。こちらはタートルボット3を使って標識を認識しコードを変えるような例の例です。コードを生成します。生成したコードをガゼボ環境、ロス2環境に持っていきまして、ビルドを行って実行することも可能です。このようにスタンダローンでロスのノードを動作させることができます。動作させているロスのノードのデバッグには別のロスノードをモデルとして加えまして、パラメータをチューニングしたり、可視化を行うことが可能です。このようにマットラブシムリンクの様々なアルゴリズムをロスおよびロス2と連携させることが可能です。次に実装方法について見ていきます。マットラブシムリンクには様々な実装のパスが用意されています。この中でも GPU コーダーによるクーダコード生成について見ていきます。こちらはあらかじめ学習した YOLOv2 のネットワークを GPU コーダーを使って GPU クーダコードとして生成をします。さらに白線追尾のシムリンクモデルからロスノードを生成し、2つのノードを連携させて実行しています。こちらにあるような速度制限の標識を見つけますと加速をして、こちらの制限を見つけますと減速をして、さらにこちらの停止を見つけますと一時停止する、そのような挙動になっています。ロボットは白線に沿って追従し、標識の認識結果によってコードを変えていきます。このような認知判断制御が一体となったようなロボットアプリケーションを構築することが可能です。自動コード生成の機能としましては、マットラブコーダーによる ARM 向けのコード生成、GPU コーダーによる CUDA コードの生成、そしてロスツールボックスとコード生成の機能を組み合わせたロスおよびロス2ノード生成が挙げられます。このように様々なプラットフォームに合わせて最適なコード生成を実現していただくことが可能です。ご説明した通り、様々なテスト手法や実装手法を組み合わせてアルゴリズムの検証やプロトタイピングを容易に行っていただくことが可能です。最後にまとめとさせていただきます。自律ロボティクスシステムの開発では、ロボットやセンサーのモデリングやシミュレーション、そして自律アルゴリズム自体の設計、最後にそれらのアルゴリズムと環境のテストや実装が必要となります。これら3つのコンポーネントを
マッタラブシムリンクの様々なツールボックスを組み合わせて実現することで、より効率的に自律ロボットアプリケーションを開発することが可能です。このような高度な自律ロボットアプリケーションの開発に、ぜひマッタラブシムリンクをご活用ください。以上でセミナーを終了とさせていただきます。